イメラジオ第四千八百二十回。今日は令和五年三月二十八日火曜日です。時刻は午後零時半。横浜港北。火曜の午後となりました。お昼の。お昼下がりで。朝方降っていた雨も上がり。お日様が顔を覗かせてきました。嬉しいですね。 街が明るくなってきましたただし地面が濡れているので晴れてはきたけど今日走りに行くことはできないですねさて4820回目今回は上海電力に関する橋本元首長の見解こんなタイトルでお話しましょう。 上海電力に関する橋本元市長見解橋本徹さんが市長だった時に上海電力の入札が行われて今もそのソーラーパネルが大阪の海に広がってる海の島というかそこに。 参政党の吉野候補はそれを要するに橋本さんがやってた維新なんて中国とズブズブだったんだこの良い証拠として今行われている府知事選のテーマにしていますねで一体橋本さんは今 あの上海電力入札に関してどういうことを言ってるのかそれは気になるところですよね。橋本さんといえば不知事になった頃はつまり2008とかあの辺りでは割と愛国的なこともいい保守的なのかなと思われていましたが。 その後この上海電力に見られるように中国の企業が大阪の埋め立て地で発電をするそして頻繁に中国へも行くで同じく中国別ッタの自民党二階さんを褒めたたえる尊敬する。 同じく中国べったんこだったミラル瑠ーさんともさまざまな対談やってますよね橋本徹さんは。何やと橋本徹さんも維新もいつの間にか心中やないかこんなもの保守でも何でもないそんなふうな気もしてきますね。 で橋本さんはこの上海電力入札についてどう言ってるのか一言で言うと内外差別は行政の立場からはできなかったこう言ってますね内外差別は行政の立場からは無理でしたそういう法律がなかったとですからあの内外差別っていうのは日本の国内で日本の国内企業と外国企業とがあの 市場でこう競争関係にあった場合行政の立場としてはどっちかをエコひいきしてはならないそうだね例えば北米であの北アメリカねアメリカで日本の車が売れるとそれはアメリカの車と比べて日本の車がいいから売れるでアメリカ政府はその日本から 輸入されるその外国者に対して差別をしていない。だからあの。日本車を買ってもらえるわけだ。だから内外差別を禁止するというのは、自由貿易のまいろはの e なわけですね。ですから、橋本さんはその？別にご贔屓したわけじゃないけど、上海電力をけれど、上海電力をあの締め出すようなことも。 行政の立場ではできるわけないこういうふうに言ってるわけだね法律がないからで例えば自衛隊の周辺の土地が買われる水源が買われる北海道なんか多くの土地が中国人によって買われているこれはおかしいならばそういう法律を作らなきゃいけないとそれがないからできなかったこうだね そして、ね、あので中国企業にその土地を使わせないっていうそういうことをもしあの時点でつまり上海電力の話があった2011年とか12年とか、まあ、ちょうど10年ぐらい前ですよあの時点でその上海電力を締め出したかったら法律はなかったけどそれは外為ということで財務省が その外為という観点から上海電力の,その事業を差し止めることはできるあの時点でねできてたけどそれはもう大阪市の管轄じゃないので市長としての橋本さんとしてはもうどうすることもできなかったこんな感じのお話ですよまたあの非常に有利な価格で入札してるんだよね上海電力が。 しかもこの時一社しかいないそこに入札したのはなんだこの不透明さはもっとあのこれほどの有利な案件だったら儲かるのがは,はっきり分かっているわけでですから他の企業だって参加したはずなのに入札になぜかその入札のその情報が非常に込み入った形であの発表されですから そこに応じたのが上海電力一社しかなく非常に有利な価格で入札ができその後も大儲けしてると一体これは何なんだとこれに関してもね橋本さんは実はあの大阪市に限らず私有地市が持っている土地がですねあの普段ではありえないような安価な価格で 競売に出されるっていうのが割とよくある。そして入札が不透明だというのはその通りなんだけど、その入札をじゃあ透明化する。これは分かりやすく言えば入札の経緯全部をインターネットで公表するってことですよね。これはどこの市長さんも知事も市長も。 今の段階ではではきないううううだだろう橋本さんこう言うんこねつまり入札の過程を全部透明にしてどんな小さな入札でもオープンにしてそしてあのその入札の経緯を明らかにしていくもしこれができればあのこんな有利な案件だったら上海電力よりももっと高値をつけた企業があっただろうにとなりますよね。そそのようなことをそれはしてもいいんだけど それをするためにはそういう部局とそういう人員を公務員として配置しなきゃいけなくて今そういう体制にどこの市町村もなっていないからどこの市町さんもそういうことは今の段階ではできないようつまり入札の段階を全部オープンにして,そしてその過程もインターネットで閲覧できるようにするというこのことは。 だから、まあ、結局橋本さんとしてはその上海電力をエコひいきしたわけじゃないし,そして上海電力にここ,で入札ここに入札するのやめろというのを大阪市として言うことももちろんできなかった、まあ、こういうふうに言ってるわけだね。あと例えば二階さんのことを持ち上げてる件についてもですよ橋本さんはあの、まあ、対立し合っている国 そそそのの間でで、でこそパイプはは必要で、まあ、それはその通りなんですよ。だからそのパイプをつまり今日本と中国がいい関係ではないのですがその時こそそのパイプが必要でそれを二,二階さんが担ってるんだったらそれは素晴らしいことじゃないかうんこれも橋本さん言ってることは正しいは正しいんですよ。 例えばあのアメリカとの戦争になる時ね日本がもうずっと前ですけど80年ぐらい前アメリカとのパイプをもう担ってくれる人材がいなかったんですよあの時もう全然外務省にも民間にもコネさんなんか何にもできないだから戦争になっちゃったんですよああの時あの時 外交交渉とはまた別ルートですいませんアメリカ政府の真の意図はどうですかと聞いてこれるような人材それがそれはもうやっぱ長老格でないと無理なんですよそれがいなかった日露戦争の時もねあの日本とロシアの戦争を最後まで回避しようって言ってで伊藤博文がやっぱ長老格だったでしょで伊藤だったらあのロシアにもあのパイプがありましたので その全てのパイプ使って伊藤さんはあのロシアとの戦争が起きないように起きないようにっていうふうにこうやってたわけですよ。まあ、あの時はその伊藤がその持ってたパイプを全部使ってもやっぱりあの戦争になっちゃいましたけどね。だから今日本と中国の仲が悪いとひょっとしたら戦争みたいなことまでメディアで言われたりもすると。そそういうい時こそあのその中国との パイプがあるつまり中国政府の本当の意図はどの辺ですかと聞いてこれるような人そして日本側の本当の意図をこう伝えられるようなそういうパイプ必要だそれは二階さんだろうと,と橋本さんは言うわけですね。これは一理あると思います、まあただしいとはいえその二階さんのチャイナべったんこぶりで日本の政治そして日本の経済がもうどれだけメタ,ンメ,タメタになっているのか。 まあそのことを考えるとパイプがどうううののこっって言って言いる場合かという気はしますね。あと別にあのパイプを持つってこととその何て言うか相手を非難しないってことは別問題だから中国の人権国内のね人権弾圧を非難しながらもパイプを持つってことはできるわけで二階さんはもう人権弾圧なんかも 絶対言わないといとうか日本で国会非難決議をやろうとしても中国へのね人権弾圧について中国国内の、まあ、それをもう真っ、まあ、先に止めたお方が二階さんですからまあこんなパイプがあってこれっていいって言えるのかなと橋本さんには言いたいは言いたいですね。結局ねやっっぱななんんんだかんだか言いながら橋本さんってその不知事で 異性よくやってた頃の発言とは裏腹に今もうんか中国寄りですねチャイナ寄りというかで橋本さんはまあ例の弁説でもってですねいろいろこう中国の危険性みたいなこともご自身で発してで中立的な立場からご発言みたいな感じには見えますがやってることを見たら結局なんだかんだ言いながらあの中国に売り渡していってねえか日本をというそんな風にも見えてきます。 イメラジオ今回は、上海電力入札に関する橋本元市長会見解。火曜日のお昼です。